夢で告げられた崇高な聖がなぜあんな姿なのだ。なんということだ。一辺とやらを探し出して晒し首にしてやる。あんたたちの私の苦しみは分からない。私を救うことなんてできない。あのような体で偉業を続けなってはいけません。生身ダブ、これ以外に何が必要だというのですか。おい、グレーボーだ。父さんか。生身ダブと隣は往生いたします。無駄をお受けください。お嬢っていいますか。生阿弥陀仏とお唱えください。あなたの家族、そして母もいないのです。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。